Glima Spanky Radio Gloaming Nation 南信州松川観光まちづくりセンターと豊岡村観光協会豊岡旅時間の提供でお送りします。Welcome to Glima Spanky Radio. Glooming Nation. Glima Spanky Radio. Glooming Nation.FM 長野マジックアワーをお聞きの皆さん、新田さん、こんにちは。水曜日のこの時間はグリムスパンキーレディオグローミングネーション、グリムスパンキーギターの亀本ひろきとギターボーカルの松尾レミがお届けしていきます。ここは長野の黄昏時に現れる私たちの架空の国、グローミングネーション。今日もここだけでしか聞けない話をたっぷりお届けしていきます。ということで、先週末27日日曜日はですね、イントゥザタイムホールツアー2022の長野公演ということで、長野市の北斗文化ホールでやりました。ありがとうございました。いやー、ありがとうございました。最高でしたね。またね、こちらの方はね、がっつり特集して感想、皆さんの感想だったりとか、僕らの気持ち、喋っていこうかなと思います。はい、はい、ということで今日はなんとですね、スペシャルゲストが来てくださってます。グローミングネーション初めてのゲストということで、この方をお迎えしています。自己紹介をお願いします。こんにちは、クリスピーカメラクラブギターボーカルの美里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、グローミングネーションでは今までね、ゲストって来たことなかったじゃん。で、今回初めて、ということで、やっていこうと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。では早速ですね、プロフィールをご紹介します。クリスピーカメラクラブのプロフィール、2016年に京都にて結成。 90s UK インディーギターサウンドを彷彿とさせるノスタルジックでキャッチーなメロディーと三位一体のグルービーなサウンド、美里さんの歌声とハーモニーが魅力。2018年にファーストミニアルバムスワッグをリリースしまして、デビューされました。現在は活動の拠点を東京へと移し、今年10月に新曲キャラメルをデジタルリリースということで、クリスピーカメラクラブの美里さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日ですね、なぜね、今回こうやってゲストをお招きしたかと言いますと、私がね、こう楽曲制作の方に参加させていただきました。2022年の12月7日に、配信リリースされる、クリスピーカメラクラブの新曲ですね、夏の抜け殻という楽曲にですね、僕ギター演奏を参加しまして、ギター弾くだけじゃなくて、自分の弾くね、そのギターのフレーズだったりとか、全体のアレンジとかでも少しこうお手伝いというか、お力添えをしてね、僕がお力添えって自分で言っちゃったね力添えをして、ちょっとアレンジしたりとかプロデュース的なね感じで、参加したということで今回ゲスト来ていただいたんですけども、いかがですか？はい、やっぱりもともと私グリムスパンキーさんのもうめちゃくちゃファンだったのもあるんですけど、ありがとうございます。いや本当に今回光栄だったんですけど、今回のリリースで、いつもよりもっとこう力を入れてリリースしたいなって思いがあったんで、なんかスペシャルなゲストを呼びたいなっていう思いがあって、ちょっとプレッシャーだよすごいね、それで呼んでくださってね。でも本当に受けてもらえると思ってなかったんで、わ、驚きです。いやそんなやっぱり、でもすごくこの今回こういう風にバンドの楽曲にこう自分がこうそういう風に関わるみたいなのはね初めてで、もう完全に自分たちで作りますよと、その楽曲提供だったりとか、ただでもう出来上がってるデモにギタリストとして参加するとかはあったんですけど、なんかこうこういう関わり方は初めてだったんで難しくて、自分的にもどこまで踏み込んでいいのか、どこまでやった方がいいのか、どこまでやらない方がいいのかっていうのがすごくラインが難しかったんですけど、なんかできる限りこう自分のちゃんと色を出しつつ、ちゃんとこの参加する意味を作れるようにと思って、結構実はですね四苦八苦しながらね、僕はやりましたいやありがとうございますいやなんかもうもともと作ってたデモだとちょっとメロディーのキャッチーさを活かせてないようなちょっとアレンジだったんですけど、亀本さんに入ってもらうことによってなんかこう温かみのある、なんていうんですかね、メロディーにもキャッチーに寄り添ったものになったなっていう印象があって、すごく良かったです。
一回曲聴いてもらいましょう。曲聴いてから喋った方がより皆さん分かりやすいと思いますんで、まずは、夏の抜けからね、せっかくなんで聴いていただこうかと思います。今日音源このラジオ初解禁ということなんで、おめでとうございます。クリスピーカメラクラブで夏の抜け殻。お届けしているのはクリスピーカメラクラブで夏の抜け殻。松尾さんどうですか、聞いてみた感じ。すごくね、いろいろな情景が浮かぶ曲だなと思いました。まずはそう、そんでカメがいろいろこうギターのさ、あのね、フレーズを考えてるのを見てたので、近くで、あ、なんかそれで私もデモもちょっとこう漏れ聞こえるデモをちょっとね勝手に聞いてたんですよ。だから、あ、こういう風に完成したんだっていうのもとても嬉しく思いましたし、ミサトさんのボーカルもとても素敵で、すごくこう声の表情だったりとか、曲の表現がすごく素敵だったので、本当にいい曲だなと感動しました。嬉しいです、ありがとうございます、そう、このね、なんか曲、こういう曲をカメがアレンジするっていうのがすごく意外だったんですけれど、どうでしたか、やってみて。いや、本当に難しかった。僕結構さ、割と何つったらいいの、もうちょっとさ、なんかワイルドめというかさ、土臭いみたいな感じの演奏が得意だったりするから、どういうアプローチで、結構なんかこうクールにエモーショナルな音楽っていう感じがしたんで、僕結構熱血バーンみたいなのも多かったりするんで、すごく難しかったんですけど、なんかこう聞けば聞くほど、なんかね、本当に歌声とかのなんか情報量が、語弊を恐れずに言うと意外と多いなと思ったんです。なんかこう引きで見てると結構なんかこう、なんつったらいいのかな、こう地味めに聞こえるような気がするんですけど、ちゃんとこうなんかグッて顕微鏡で覗くというか、虫眼鏡とかで見るとすごくこう声のとか歌のニュアンスの情報量が多いというか、いろいろなこう感情が入ってくる歌い方とか歌声をしてるなと思ったんで、まあ、基本はそれをめっちゃ活かしたいなっていうの考えて、こうデモを作っていって、でやっぱりそのさっきも言いましたけど、こう自分がなんていうの、こういろいろこう吸収してきた技術とかそういうもので、楽曲のにその変化というか、その日本の音楽って、まあ、特にすごくこう起承転結とかが大事だったりとか、こうやっぱこう波が大事じゃないですか。なんかそういう波をちゃんと作るっていうぐらいにとどめて、なんかそうガチャガチャさせるっていうよりかは、ちゃんとこの声の情報量がすごく届く曲になればいいのかなと思ってやりました。でギターソロが
ギターソロで、ここギターソロってところがね、普通にもうシンプルにその送られてきたデモにはもう何もない、ただ伴奏がバーってあるとこ結構長い尺で、そこにギターソロって書いてあって、もうここめっちゃギターソロ弾くしかねえじゃんと思って、あのギターソロはしっかりめちゃくちゃ弾いてるんで自分主役って感じで、なんか本当にちゃんとそういうところで自分の色は出してたかなと思ってるんですけど、逆にどうですかみたいな、どうでしたか、なんかそういう普段から他の方に入ってみてもらったりしてとかやってると思うんですけど、今回はなんかどんな印象でしたかっていう、その亀本さんがその土臭いって言われてるんですけど、その中にもなんかこう曲のポップな部分にも寄り添うとこがすごいあるなって思ってて、それがなんか私たちの曲にもすごい反映されたような気がして、自分たちの元々ある根底にあるポップなものをもっと引き出してもらえたような感じがしました。すごいいいことを言ってくださってよかったね。質問していいですか、この曲を作ったきっかけというか、なんかどういう、 こう感情でどういうイメージが最初にあってとか、どういう風に作られた曲なんですか。これ実はもう10年ぐらい前に作ってた曲で、はいはいはい、昔は一人で弾き語りとかやってたんですけど、うんうん、ちょっとその時はどうだろう、なんか変にこう、うんうん、葛藤してたというか、 なんか若さゆえのみたいな感じなんですけど、はいはい、でもなんか弾き語りやってた時代の曲ってこうバンドに持ってくるのあんまりちょっと恥ずかしくて、はいはい、あんまりやってなかったんですけど、はい、この曲だけはなんかこうなんとなく自分の心にずっと寄り添えてるような感じがしてたんで、バンドの共有フォルダに入れておいたら、みんながこの曲いいやんやろうやみたいなへったりして、弾き語りだったんですね最初。そうなんですよ。へえ、なんか結構オルタナな、結構そのインディーポップみたいな、そういう色がすごくある曲だなと思ってなんか弾き語りで作られた曲って感じがあんましなかったんですよ。結構、はい、バンドっぽい、なんていうの、いい意味ですごくこう、バンドで作られた曲なのかなと思ってたんで、すごく意外でした。面白いですね、すごく。いや本当に僕もね、いい経験させていただいて非常に楽しかったです。なんか またね、もし機会があったら絶対なんかねできたら嬉しいと思います。なんかバンド同士でもね、なんかやったらいいなと思ってますんで、はい、なんかよろしくお願いしますと、はい、あとね、すごいものを持ってきてくださったんです、美里さんが。はい、私が高校3年生、亀が大学1年生の時に作った、先行ライオットっていう、イベントに出た時に作った手作りの鼓動っていうミニアルバムがあって、そこには焦燥って曲がね、入ってるんですけど、もうほんと高校生の頃に作ったアルバム、ミニアルバムと、あとはインディー時代、大学生の頃に作ったミュージックフリークっていう、手作りのアルバム。これは、スペシャルでその後、ミュージックフリークって同じ名前のアルバムも出したんですけど、それの前の手作りバージョン、コンビニのコピー機で一枚一枚すって手作りしていた、手売りで売っていた超超超レアな CD2 枚を持ってらっしゃるということで、今日持ってきてくださいました。本当にありがとうございます。いや今日持ってこないとと思って。すごいです、久しぶりに見ました。もう自分でももう10年ぶりぐらいに見ました。すごい、ありがとうございます。そのこれを持ってる、両方持ってるのってすごいレアじゃない。俺は学生時代の時に、学生時代とかに僕らのことを知って買おうと思って買ったってことですよね。そうです。すごいね、それが巡り巡って今こうやってなんか僕らの事務所で一緒にラジオを撮っているというね。いや本当になんか面白いですね、というところでございますけども、なんか他に語っとかなきゃみたいなこととか、言っとかなきゃってこととかあったりしたら、なんかぜひ、なんか多分、ね、今規律的に僕らはめっちゃ喋ってるんです。あ、MV、 この曲の MV ですね、はい、もう上本さんに出演していただいたんですけど、はい、失礼しました。いや本当に本当に出てくれるなんて、なんかメンバーも上本さんってめっちゃいい人やなみたいな感じになりました。本当ね、僕本当にいい人なんです。なんかさ、どうだった、そのいつもの自分たちの MV 撮影とはさ違う現場ってね、他のバンドの現場に行くってなかなか難しい、なんていうの、慣れないことだと思うんだけど、緊張しましたか。これは本当に良くないなって思うんだけど、やっぱさ人様の現場に行ったらさ、ちょっといい子になるよね。なんかちゃんとしようっていう気持ちが働く。でも別にさ、でもさ自分の現場の時にちゃんとしないようにしようっていう気持ち、なんか横暴な態度でいようなんてさ思ってないの、別に思ってないんだけど、
本当にさ他人様の現場に行くとさちょっとちゃんとした人間になりますよね、ねマネージャーさんね、はい、今とてもうなずいておるんですけど、これはね本当にそんな自分の中のそのやましい気持ちがあるとかじゃなくて、なんか自然とそうなるというか、でも本当にあの楽しい雰囲気で、うん、いいビデオになったんじゃないかなと思ってますので、はい、皆さんもぜひチェックしてみていてほしいですということで、残念ながらあっという間にお時間になってしまいました。もう早いね本当ね。ということで美里さんからお知らせをお願いします。はい、12月7日に夏の抜け殻配信されます。ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。お願いします。すごい、12月7日私の誕生日でもあります。皆さんぜひチェックしてください。ぜひ。おめでとう。まだだから、まだか、ダブルでおめでとうという感じでございます。その他クリスピーカメラクラブの最新情報は公式ホームページや SNS をチェックしてください。ということでですね、本日グローミングネーション突然の初ゲスト、クリスピーカメラクラブから、ボーカルギターの美里さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。我々はですね、グリムスパンキーの方はですね、イントゥザタイムホールツアー今絶賛開催中でして、次はですね12月3日土曜日愛知県、名古屋市公会堂ですね、こちらも非常に楽しみでワクワクになっておりますので、ぜひ、遊びに来てください。来週も皆さんからのメッセージお待ちしております。ご紹介した方には私がデザインしましたグローミングネーションのオリジナルステッカーをプレゼントしています。ご参加は FM 長野マジックアワーのホームページからお願いします。お相手はクリムスパンキーギターの亀本ひろきとギターボーカルの松尾レミでした。ではまた水曜日の黄昏時にお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。クリムスパンキーラディオグローミングネーション。Magical is happening between us, it still feels natural. だんだん好きになるたび、だんけん。だんだん好きになるたび、だん好き。だんだん好きになるたび、ありがとう。だんだん好きになるたび、大好き。だんだん好きになるたび。だんだん好きになる松川の旅へ。豊岡村の大自然の中を自転車に乗って旅してみませんか？花や景色の鑑賞、さまざまな体験コンテンツが自転車の利用で楽しさも感動も倍増。南信州豊岡旅時間のレンタサイクルをぜひご利用ください。グリマスパンキーラディオ、グローミングネーション。南信州松川観光まちづくりセンターと豊岡村観光協会豊岡旅時間の提供でお送りしました。